はい、よろしくお願いします。ナッシングと言います。というわけで皆さん、試合でかっこよくネットプレー決めたいと思ってると思うんですよ。今日は高校生プレイヤーオーシャン君とシングルスの試合でかっこよくねボレー決めれるように練習をしてきました。今日は前回までの展開と違って、このアプローチあまり速いボールが打てない体で、少しゆっくりなボールで前に出ます。で、相手が走ってパッシングショット、ファーストボレーをオープンコートにしっかり打って、次のポジションに入ってセカンドボレーで勝負をしましょうという感じの練習をしてきました。はい、最後ね、しっかりポイント取れるところまで、これも全部2回にわたってお送りしようと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやってた私が、全国トップレベルのジュニアからローナクリアンの一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これでちょっと明日も試してみようかなと、テニスやってみたいなと思ってもらえるような動画作りを目指してますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。どうぞ。よし、じゃあ次行こう。じゃあ次はちょっと緩めのアプローチ、もうアプローチ叩けないから粘られて、ちょっと先にネット行こうかな。で、逆に言うと向こうがちょっと打ってくるようなシチュエーションで作っていく感じで行くので、オープンコートに深くボレーします。で、その時のタッチは低いところに打たれるから、もうこうペンっていう感じで、何を優先するかというと、自分の体を前に行くことを優先する、この動きを優先して、ラケット面はボールの後ろに置いとくだけにして、適度にこう負ける、負ける。で、こっちから入ってくるボールに対して適度にペンって負けて、向こうにも流すみたいな感じのボレーで、さっき言ったように優先は体を入れることなんで、この辺りに折って打たれて、ポーンってこうラケット面負けながら前に入っていく。バックでも一緒で、こういう感じ。どちらかというとスイートスポットと打点が結構離れやすいんで、待った時にこうカット気味に入っていく癖があるから、このボレーほどしっかり後ろに持っていくイメージをまずはつけといて、さっきみたいにこれでしっかりできるようになったら上から入れれるようになってくるんで、まずはしっかり後ろに用意して、ラケット面がポーンとこう負ける感じでコース変えていけるように、こういう感じで運ぶ感じが難しいから、こういうイメージでペンってこうコースを変えていく、こういう感じで運ぶ感じが難しいから、こういうイメージでペンってこうコースを変えていく、こういうイメージでピンとこう負ける感じ、はい、こういう感じで、で、相手のボールもっと深く、あ、強く出すから、あれで深くまで飛んでいくようなイメージ。バック、真ん中立てない、そう、もうネット出るときから足元来るのある程度想定して、ラケット低めに置いて前に来る感じから入っていこう。ちょっと高いところから出てるから、もっと低いところからラケット出す、OK、 OK、 イメージとしては普通のローボレーは右足がここにセットされて、こうラケット前に用意して、ちょっと出して、こういうイメージね。こうしっかり取っていくイメージ。で、このボレーに関しては、相手のボールがいいから、ここで取るっていうよりも、ちょっと手前になってもいいんで、自分の体をより前に持っていこうとしてあげる。イメージ。ここの押す感じを作るっていうのは、今の球出しぐらいのボールやったらまだちょっとこう押せるねんけど、実際の相手のボールだったらもっと強くなってくるから、そうなってくるともうお前セットをする、ラケットを当たった瞬間こう負けるようなイメージになりながら体は前に入れていくような、そう、ちょっとボールだって今後ろになったらあかんねんけど、置いといてペーンっていう感じね、体をとにかく前に前に入れていく、体をもっと前、もっと前、そう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 、バック、ヒル、え、フォア、
そうそうそう。で、今のでこのボレーになったら、セカンドボレー勝負やから、できるだけ、まあ、今の穴的を狙うんだったら、早くこの辺に行っときたいね。この辺かな。この辺に入って、まあ、ロブも取れるし、ストレートも止めれるし、クロスも止めれるっていう、この辺りの位置に、早く来ておきたいと。ここを目標にしようか。した場合、軸足をセットする位置を気をつけて、まあ、例えばここからここでバックボレー打つんだったら、次自分が走っていきたい方向の後ろにしっかりと軸足を置いて、で狙ってるところ、ここ一直線結んだところに置いて、ペーンで入って、そのままここに入れるようにする。そう、できるだけ無駄な向こう側への力を極力少なくして、軸足を大きく開いて後ろに置いて、打ったらそのままこっちに入っていけるように。そうだ、フォアも一緒で、もしこの辺りでボレーさせられるんだったら、そこに入れるようにこう前にしっかり入っていく感じにする。後ろ足を決める位置気をつけて、もしくはフォアバック交互で、またね、打ったらもうそこにおってよ。打ったらそこに入れるように、バック、そう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 、移動していこう。はい、そう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 。フォアボレーがね、やっぱ真ん中を外すのが多いから、カウトラケットしっかり近づけるのと、このセットした時が大事。ここの形を大事にして、ここいつもセット一緒で、この後手で合わしに行くから、まず目でボールがどこ来るかの情報が分かったら、できるだけもうその後ろに一発目で持っていく、出して探すじゃなくて、一発目でそこに持っていって、ちょっと後ろに倒す、ほんならしっかり当たる。そう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 。へい、 OK。あの低いところがちょっと面が起きてるよね。だから球がこうスッと伸びていかへん、ガスって当たるから、低いところでもしっかりオープンに開いとく。ちょっとグリップがフォアに厚くてバックに薄いタイプなので、ここが一番面が開きにくい、うん、だからまず面作りのイメージでいくと、まあ、今言って低いところに来るんだけど、これで OK です。これでいいから、ラケットエッドが下に下がってる状態でいいから、面がしっかり上を向いてる形をイメージして、ちょっとボール投げて、これでしっかりまず真ん中に当てて上がるようなイメージを持っておく。この斜面のイメージが必要で、実際はこれと同じ角度をこうやって、できるだけ可能な限りこう膝曲げてこう作っていけたらいいんだけど、おそらくまず最初に出した時にここの角度が合ってないから、なんか当たってんのに真ん中捉えてるのガスっていう重い当たりになってるよ。いきなりこうやってしなくていいんで、まずこう垂らしていいから、そう、それでちょっと上向き作ってみようか。イメトレです。自分が、はい、面上向きましたっていうから、そう、それ待っといて、そのまま、あ、ごめんごめん、そう、上向きます、右足出しておこうか、軽く、そう、そうね、今のでも最後キュッて面を起こして当ててくるから、そのままそのまま、ほら今こう来る、やっぱり迎えに行こうとした時にこう迎えに来るから、この斜面のまま待つと、ほんならそのまま跳ね返ってくるから、これ無意識にこういう動きが入って面を起こそうとするから、おそらくこう入った時も同じことしてる、ほんならガスって重くなるから、垂らしといて、それね、真ん中外さない、そう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 、垂らしといてトーンやろ。でその形で少しボレーの形にしていこう。いくよ。もう最初は垂らしといて OK。そうそう、少しずつ右足、左足踏み込んでいって、そう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 、ボール上に上げていくよ。そう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 、ちょっとまだ起きてるよね。なんか重いやろ。手に残る感触はやっぱ軽い方がいいから、さっき下にタランってやった時の軽い当たりが形を作っても残るように、この斜面あれろ、そう、この角度そのままでこう変えていったらボールっていうのは上がる、うん、でもこれがラケット横向きにするときに斜面が
こう起きてくるからボールが飛ばなくなるので、これ今の斜面うまくできてるから、この角度そのままでこう変えていく。あ、そうそうそう、そう、ラケットは下のまま動かさずに、そうそうそう、オッケーオッケー、オッケーオッケー、最後に終わった。じゃあもう一回向こうから。お、だいぶ浮き出した。そう、足大事ね。ペーンっていう感じで、ね、弾いて変える、ペーンっていうか、そう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 、こうペーンっていう負けるイメージ持つと足が入っていくやろ、ああやって、うん、あっちの方が大事、足優先、そう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 、足を自由にさして、おお、ナイスタッチナイスタッチ、おお、ナイスタッチナイスタッチ、バック、オッケー、ナイス、ラスト、オッケーオッケーオッケー。はい、いかがだったでしょうか。前半部分はね、以上になります。一番ポイントだったところはラケットのセットの位置ですね。最初にこうサッと出したところがオーシャン君の場合ボールの真後ろになくて、その後いつも同じところに出してボールを探しながら追いかけていくので、やっぱりミスが多くなると。はい、最初の初動作で出したところがもうボールが飛んでくるラインの後ろになるぐらい、やっぱり素早く用意してあげることで、最初の流すボレーですね、オープンコートにヒュッと流すボレーの時に自分の足がより使えるようになりますから、次のポジションに行くのが早くなるし、ボレーにも余計な手間がいらないので、本当にペンってこう弾くだけで飛んでいくようなね、感じのボレーができるようになります。セカンドボレーでしっかりと動くためには自分の余裕っていうのを持ちながらファーストボレーをすることが本当に大事になりますので、今回のボレーの感じですね、覚えてもらって、できるだけ自分の労力を使わずに素早く次のポジションに行きながら、はい、ボレーがファーストボレーができるようにですね、皆さんもぜひ試してみてください。Street alone.